前の解決ルームで発達障害などの人は正規公務員は少ないと聞いたのですが、私個人としても公務員として働いている障害持ちの当事者なのですが、どのようにしたら公務員は精神障害者も働きやすくなるのでしょうか、えー、もし考えがあれば教えてください。なるほど。今の現金給付とか、あと私もちょっと、ま、あの今日も年末調整のなんか、あとはなんだっけ、えーと、ふるさと納税のやつとかの マイナポータルとの連携とかが失敗してなんかもう、んやーってなっちゃうんですけど <laughs>、こんな複雑なことはもうちょっと IT とかやったら公務員も楽になるだろうになと私は思うんですけど、どうなのかな。もちろんね、逆に公務員の人数多分減っちゃうんですけど、あのもう少しルーティン化されるんじゃないですかね。人数減って給料が減っちゃうかもしれないですけど、無駄が多すぎる。 と言っていいですかまっすぐ行っちゃうと <laughs>。はい。えー、まあ、明らかに民間とかに比べると多分無駄が多い仕組みで、まあ、そこを全部オーバーホールしないといけないんじゃないですかね。はい。まあ、そういうのをね、まあ、多分、都構想とかね、そういうのは言っているんでしょうけど、まあ、なかなかね、じゃあやりますってみんななんないですよね。だって、急にガーって変わったらね、 それでで失業すするる人とかかも増えるわけですからどうなんでしょうかなので、えーとミ、ミクロの単位ではですね発達障害の方がこういうふうにしたらあの公務員でも働き,なる働きやすくなるんじゃないかっていうのは言えるんですけどでも、やっぱ大元が変わってやっぱ公務員自体が働きやすくなってないとあのだから、 えとまあ、構造化すするととかか見通しがつくとかですね、まあ、ルーティンの部分が多くなるでここがルーティンじゃない部分ですよとかっていうのそういった仕分けがきれいにならない限りはやっぱなかなか難しいんじゃないかなっていう、はい、そのためには国民もみんなが苦しみあの傷つきながら大変革をするしかないと思っておりまして、はい、会社単位ではできるんですけどねやっぱ公務員のところはそれができるかどうかってことだと思いますね。